うっす、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日はちょっと特別の作り手方のビデオ、大体一方と別の方は違うみたいの話があるですから、その話はライフルが持ってるの時にローポート、つまりローレディ、こちらの感じ、銃はちょっと下の方で使えると、もう一つの考えるの方はハイキャリー、上のレディのみたいはこっちの感じと時々来るので、いろいろの人は一つが正しいと一つが間違いの人がよくいるんですけど、大体どっちのは便利の時と不便の時もあるので、それで正しいはどこにいると何がやってるが正しいみたいの話です。じゃあ大体とりあえずは海兵隊が入ったの時にみんなの、教えたの方法は、それらの技はローキャリー、これで早いにターゲットが出たらこれに出ると銃がパトルおまわりみたいの時はこれでいつもキャリーしていると何かあったらすぐにバンバンできるので素晴らしいです。ハイキャリーはもともとダッシュとか何か部屋に入ってるのみたいな感じ。ハイキャリーはあまり使ったことない海兵隊の時でもいっぱい聞いたことあるのは、こちら方で持てるとターゲットが出たらとバンバンできる。これは一発、一方じゃなくて二方ですから、一回は下とストック、ストックからそのままでパン一つ、これで一つ二つ、ちょっと違う、これがもうちょっと遅いですけど、誰かが前に出たらとあまり問題ない。でも銃が目の前からこっちの方が今見えない、こっちにやったらこっちの方が見えない、ちょっと見えない場所が出るからちょっとだけ大変ですけど、これで何でもかんでも上から見えると、下には誰かいるとすぐにバン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 できるから、それも考えるのことがあるですね。下の方はコーナーに来れば、ローキャリーからすぐにはこれで準備できると、誰かがいるとバン、もしかしてハンドガンが持ってないの時はこれの方でちょいやりやすい。M4 の方はあまりキックがないからすぐにダンダンダン近くにはポイントシューティングができます。ハイキャリーならコーナーに来れば、もともと下の方はチェックのはこれでちょっと動きづらいになるんですけど、まだできるのことです。船が乗ってるとか、もしかして建物はハイいろいろのフロアが何階ぐらいでもあると、誰かがなんとか出るとすぐにはタタタタン上にバンできるのは、この下から上に出たらちょっとまだできるけど、もうちょっと時間かかるになります。部屋が入るの時はみんなはシューティングの方は、これはただの立ってるのでシューティングの方はよく前に銃がプッシュとドライブにするから、この後ろのことは空いてるからヒップから銃まではちょっとスペースがあるので、後ろの人は僕はこっちに見てるの時は誰かが出てるローキャリーは足にバーンと、それからこうにするとちょっと時間かかるので、僕の後ろに入ってるとターゲットを見つけたらこの空いてるの三角にパンすぐにできる、上から邪魔しないのために、それも便利のポイントある。長いの銃が持ったら下の方は時々土に、ベルルは土に入れると大変になるはダメですけど、上も持ってると土から安全ですけど、このドアフレームにもしかして短いとバーンになると銃がカチになるも大変ですね。森の中は木とかいろいろ上からキャッチにできればローの方が使いやすい。でも膝ぐらいは植物も多いみたいと、
タクミネさんがもしかしていればあと10キャッチができるのも大変ですね。それも気にならないと、確かに問題に出るみたいな。それでローケリーかハイケリー、何でもかんでも正しいのじゃなくて、どこにいる、何やってると正しいがあるわ。僕はそれがいいと思います。それで両方練習しないといけないみたいですね。時々一つは別のより便利ですから、どっちが一番好きや、まあ、何がやってるかわからない。これもなんとかリラックスポジションから腕の筋肉はあまり使ってない。何かあったらリアクションがパパパパンすぐにできます。これでずっと持ったらストリングがあまり関係ないと、銃が重いから長いの時は20分ぐらい、これをずっとかかると、ここが筋肉痛になる。タグが上出たらちょっとああみたいな、遅くになるはちょっと大変ですね。だいたい話はこれぐらいですよね。じゃあミノは一番好きのは確かにバラバラがあるけど、だいたいローケリーが一番好きですけど、ハイケリーが必要と、もともと便利に使うの時もあるし、その時にハイケリーにします。じゃあ皆さんの一番好きのはどっちかな。もしかして両方が便利からバラバラに使おうから。でも確かにいろいろな人はシールズはこれでケリー絶対しますみたいなの人もあります。まあそれはもともとアメリカ人の方が多いかもしれない、喧嘩の人ので。まあでもどっちでも正しいの時使うの人もいろいろいるんですから、その方がいいと思います。まあ今日の話は大体ここまでですね。皆さん今日年もよろしくお願いします。明けましておめでとう。じゃあ皆さん元気で、お疲れ様です。